ちは、きのままです。この動画では季節の植物を紹介しています。どうぞお気軽に楽しんでいってください。動画の終わりには登場した植物の花言葉も紹介しています。今回の植物はノイバラとスイカズラ、そしてテイカカズラです。初夏の花ですね。いずれの花も素晴らしくいい香りがするんです。まずノイバラから、5月2日から5月11日の間に撮影したものです。近所の堤防沿いにたくさん自生しているので、この季節に歩いているともうそこら中で香りがします。まろやかで刺激が少ない香りで、自分の肌につけてるクリームの匂いかなって思うくらい馴染みのある感じの香りです。花の姿もとても可愛らしいですね。お店で売っているバラとは全然雰囲気が違います。繁殖力が強くって、そのバラの品種改良にも利用されています。本当すごく増えるんですね。たくさんあります。ほとんど白い花なんですけれども、ピンクの花もあるんです。少ないので見つけるとすごく嬉しいですね。ね、すっごい可愛いです。こんな可憐な花ですけれども、茨の道ともいうように、やはり鋭い棘はたくさんあります。私も何回もチクッとやられました。これすごいですね。子犬の牙ぐらいはありそうな大きな棘です。真ん中の花を守るようにぐるっと囲んでますけれども、風が強いので自分の葉っぱ突き刺してしまってますね。秋が深まると赤い実がつきます。実もとても綺麗なのでリースやスワークの素材に利用されます。私もね、これちょっと作ってみたんです。これは去年取った枝で、これがその前の年の実です。年々色が深くなってきます。どちらもいい感じですね。ノイバラ、いろいろ楽しみ方があっていいですね。皆さんもいかがでしょうか。トゲには十分注意していただきたいと思います。続きまして、スイカズラです。5月14日から17日の間に撮影したものです。この画面の真ん中に上下に伸びている細かい花、見えますでしょうか。パッと目立つ花ではなくて、もしかしたら姿より先に香りに気づくかもしれませんね。爽やかなような甘いような上品な香りがふわっと漂ってくるんです。里山を歩いてて香ってくるとね、あ、いるって思ってね、よく探すとね、います。はい、少し金木犀に似てるのかなって感じですね。ノイバラより大人の感じがします。見た目も派手さはないんですけれども、よく見るとしっとりと落ち着いた美しさですね。細かい花の集まりが透明には一塊の花のように見えますけれども、一つの花は花びらが2枚で上下に分かれて咲いています。この独特の色なんですけれども、白と黄色の花が同じ木に咲いています。つぼみから咲き始めは白、時間が経つと黄色く変わるんです。時間差で咲いていきますので、こうして白い花と黄色の花が同時に見られるんですね。つぼみはこんな風に白くて、ちょっと付け根がね、赤みがありますね。細かい産毛も見られます。まだ咲き始めて白い花、こちらは時間が経って全部黄色くなってますね。この白と黄色を金銀に見立てて、別名金銀花とついています。縁起がいいですね。スイカズラは漢字で忍ぶ冬、忍度とも書きます。今綺麗な若葉が出ていますけれども、冬でも葉は枯れずに青々しているところからだそうです。黒い実もね、冬についているのが見られます。スイカズラの名前は蜜が甘くて、昔は子どもたちがよく蜜を吸っている姿が見られたことから、その名前がついたっていう説があります。横から見るとよくわかるんですけれども、ストローみたいで、ね、吸いやすそうですよ。カズラっていうのは鶴のことを意味するんですね。はい、こうしてこれはささかな、しっかり巻きついてますね。こちらはノイバラの枝に巻きついているんでしょうか。
隣り合わせでノイバラの花のこう左の方にスイカズラのつぼみがあります。向こうの方にまだノイバラの花たくさん咲いていますね。ちょっとおまけの話なんですけれども、見つけてしまったので、この木ですね、鬼ぐるみの木なんですけれども、この葉っぱにくっついている白いふわふわ、なんだと思います？これね、くるみ、マルハバチっていうハバチの幼虫なんですって。初めは虫だと思わなかったんで、動いた時はびっくりしました、はい、触っても大丈夫です。体から出している老母質がこう毛糸みたいになってるんです。今の季節ね、くるみの葉っぱもりもり食べてますね。最後がテイカカズラ、こちらもカズラですね。5月16日17日に撮影しました。スイカズラをこう見てたら違う香りが風に乗ってきて気づいたんです。ちょっと香水のような洗練された感じのいい香りです。ノイバラやスイカズラもなんですけれども、なかなかぴったりした香りの表現が見つからなくて、もっとこんな香りだよっていうのがあればコメントしていただけたらありがたいです。花びらが扇風機のようにスクリュー型にねじれてます。花の大きさは小さめで直径 2,3 センチくらいですけれども、でつるが他の木を伝ってわーっと上の方にまで伸びてて、すごい数の花ですね。テイカカズラのテイカは鎌倉時代の歌人藤原のテイカから付けられているんです。ある伝説がありましてですね、この藤原のテイカが死後テイカカズラに姿を変え、思い人のお墓にまで伸びていったっていうことなんです。ここまで聞くとね、ロマンチックな話かなと思うんですけれども、そのお相手はですね、テイカカズラに締め付けられて苦しいと旅の僧侶に助けを求めたっていうことです。テイカカズラの生息地も日陰になっている場所が多くて、なんとなく暗い印象を持たれやすいのかもしれませんね。それからですね、テイカカズラは強竹糖化の植物で有毒成分があります。葉や茎の汁に触ってしまうとかぶれてしまうので気をつけたいですね。ちょっとネガティブな話が多くなってしまいましたけれども、秋になる実や実が割れて出てくる種もとってもユニークなんです。動画もありますので、よろしければ概要欄のリンクからぜひご覧ください。ということで、ノイバラ、スイカズラ、テイカカズラでした。いかがでしたでしょうか。よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。またお会いしましょう。トゲや毒にはお気をつけて。